放送席、放送席、そしてヤフオクドームのホークスファンの皆様、この男が帰ってきました。7年ぶりホークスで白星、寺原隼人投手です。お帰りなさい。ただいま。どうですかこのホークスファンの大歓声。ものすごい久しぶりなんで、めちゃめちゃ嬉しいです。やっぱりこのホークスのユニフォームが似合うなとこのヤフオクドームのファン全員が思っていると思いますが、このホークスのユニフォームで7年ぶりの白星、その感想をお願いします。この前不甲斐ないピッチングをしてしまいましたので、今日は超全力で、気合入れていきました。はい、今日こそはリベンジ、その思いあったかと思いますけれども、試合前そして序盤からかなり笑顔が見られました。リラックスして臨んでいるようにも思えたんですが、もう緊張はしてましたけど、とにかく、思いっきり投げる、それだけです。はい、相手もライオンズ牧田投手、今日は1点もやれない、そんな思いもあったかと思いますけれども、今日はどんなテーマでマウンドに登ったんでしょう。今日は、チームのため、ファンの皆さんのため、家族のため、特に息子のために、頑張りました。今息子さんのためという言葉がありましたけれども、ひときわ今日はそのお子さんのためにもという思いがあったと伺ってます。そうですね、はい、今日はテレビの前でパパのピッチング見てると思いますよ。ありがとうございます。家族も一緒に博多に戻ってきましたけれども、今寺原投手、家族に言葉をかけるならどんな言葉を送りたいですか。一つ落ち着いたと思うので、これから、バンバン頑張りたいと思います。はい、息子さんに一言声をかけるならもっと、いいピッチングして、かっこいいお父さんでいられるように頑張ります。すでに最高にかっこいい今日はピッチングだったと思いますが、本当に今日は素晴らしいピッチングで、序盤から終始寺原投手のリズムだったと思います。今日本当に全力で、最初から腕を振って思いっきり、ストレートを、細川さんのキャッチャーに、見かけて投げ込む、それだけでした。はい、ストライク先行、フォアボールもなしでした。それが良かったですね。はい、そして唯一、8回ピンチ招きましたけれども、あそこもしっかりダブルプレーでしのぎました。本当それがものすごく、大きいプレーだったし、あそこ本当に1点で済んだということが、今日の勝ちにつながったと思います。はい、ホークスでの完投完封は次への持ち越しということになりましたけれども、その辺の意識って今日はなかったですか。もう行けるところまで、全力で、それだけです。はい、その8回をしのいだことでラヘア選手のホームランをしっかりと導き出した、これも大きかったですね。本当に打線の方も、序盤中盤終盤、点取ってくれましたし、あと細川さんがいいリードしてくれました。はい、さあ首位西武との3連戦ですけれども、この初戦を取ったというのも大きいですね。そうですね、強力打線なって聞いてましたんで、けど、まずは初戦取れて、明日につながると思います。これから今日から5月ですけれども、ホークス首位に向かっていいスタートになりました。はい、また明日からバンバン、いい試合をして、勝っていきたいと思います。さあそれでは改めて最後にホークスファンが寺原投手の初勝利心待ちにしていたと思いますので、マイクを渡しますので皆様に復帰のメッセージをお願いします。
皆さんこんばんは。帰ってきました、ただいま。今日は本当に、最高の試合ができました。たくさんの応援ありがとうございます。次回もいいピッチングしていい応援もらえるように頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。見事ホークス復帰初勝利を飾りました寺原隼人投手でした。放送席どうぞ。